今日はいい天気ね。一緒にピクニックしましょう。できた。よし、もっと離れた場所からやってみよう。ケビン、君は本当にバカだ。はあ、やっぱりここにいると思っていたよ。スン、どうして。メイ、君も来てくれたんだ。
どの口が言うんだい？今日は一緒に食事をすると約束しただろう。せっかくの休みなのに、また昔みたいに一日中コートにいるつもりかい？そんなこと一度もしてないだろう。大丈夫よ、好きにさせてあげて。とっくに慣れてるから。おい、結局のところケビン、バスケは君に向いているスポーツじゃない。水泳、陸上、重量上げでも、君が本当にスポーツ選手になりたいなら、それこそが君に向いているものだよ。そんなの面白くないだろ。ただ体の限界に挑戦するだけなんてつまらないよ。全然かっこよくないし。僕が気にしているのは勝負なんだ。わかるかな？一つのボールをあちこちに投げるだけで嬉しくなると思うのかい？僕が気に入っているのは勝利の瞬間だよ。わかってくれよ。そういう話は僕たちの前ならまだしも、他の人たちの前では言わない方がいいと思う。功利主義者に見られてしまうからね。別に気にしないよ。それに事実はスーが考えてるようなものじゃない。なんて言えばいいのかな。僕が欲しい勝利は過去でも未来でもなく、一瞬だけでいいんだ。そのために僕がどれほど努力すべきかなんて気にしないし、その勝利が僕に何をくれるかも気にしない。もういいよ、君の言いたいことは分かった。でも本音を言うと、君がその瞬間を迎えても世界は止まったりしないよ。君の他の考えと同じように、それも一方的で現実離れしていると思う。スーが理解できないだけじゃないか。君はどう思う、メイ？スーの考えに同意するわ。は？でもたまに思うの、その純粋さがあるからこそ、あなたは他の人よりも可愛く見えるんでしょうね。なんでもないわ。あっちで待ってるから。今の聞いたか、アス？僕は何て言ったかな？もういいよ、自慢することじゃないだろ。早く着替えてきて、僕も外で待っているから。わかったわかった、最後にもう一度だけ頑張ってみる。あまり時間をかけすぎないでくれよ、もう遅い時間なんだから。
かい？ちゃんとできたよ。ネギ？スー？二人はどこに行ったんだ？見てよ、僕はできたんだ。ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。彼らが常人よりも強人だからではない。失敗とは勝利のもう一つの名前なのだと彼らは知っているからだ。これで作戦は終盤に入りますね、長光様。ええ、途中でいろいろあったけど、ヴァルキリーたちはその努力であらゆる先輩たちが共に期待してた局面を作ってくれたわ。共に期待ですか。どうしたの？何か間違いでもあった？いいえ、努力という面では皆さんは勝利のためにできることをしました。ですが、終焉の権能を完全に奪うことは美しい世界を作るための第一歩です。それは間違っていませんが、その後はもしかしたら今日の計画よりも難しいものが待っているかもしれません。
でも少なくとも私たちは彼女たちの勝利を確信してる。過去の視点から見ればすでにすごい奇跡でしょ。確かに。ですが、奇跡が現実になるとそれはもう普通の過去になってしまいます。そういえばビアンカとジークフリートさんはもう地球奪還の作業に慣れてきたわね。最初はどこまでできるかわからない実験だって話してたから、少し無責任な設計者として私は彼らのことを誇りに思ってるわ。それはキアナさんだって同じですよね。終焉の力を揺るがし、終焉の眉にたどり着き、終焉の律者になる資格を手にしました。あのオットー様でもこの未来は予想できなかったでしょう。それはどうかしら。何しろ彼は豪奢計画の唯一の答えを奪った人だもの。彼の志がここにないのは確かだけどね。ところで、あのラムダという存在のことをリタはどう思ってるの？私ですか？あ、ごめんなさい、自問自答だと思って。疑似時間結晶、彼女がこの言葉で何を表現したいのかは分かるんだけど、それがいわゆる運命の意図と何の違いがあるのかは分からなかったわ。運命が何度繰り返されても私はそれを選ぶ。それが私の欲しい選択。それは本当の意味での無限、凡人の命では背負えない重さなの。特に自分の命の意味は今を生きる、自分として生きるだけじゃないって私たちが気づいた時、時間の重さは果てしなく切り離せない昨日と今日を私たちの夢と思い出にしてくれる。もしかしたら神のような無限の愛を持つ者だけがそうやって人類を愛してくれるのかもしれないわね。一瞬の愛でそれができてしまう可能性もありますよ。ラムダさんの技術に関して詳しく存じておりませんが、彼女の力がデュランダル様やキアナさんと同じということはわかります。それは最も素朴な愛から来たものです。具体的に言うと、ケビンさんとの決戦時に正門を使えれば十分便利だと私たちは思っていますが、もしかしたらそのラムダさんが私たちに新しい可能性をくれるかもしれません。存在論という意味では彼女もあのハイペリオンの一部だから。英語を回帰する沈まない船、彼女の話を信じる理由は十二分にある。そう思いませんか？
私はささやきの後ろを歩き、心の中の足取り、聴覚、そして目。ささやきは心の動き。私には自分の足取り、自分の心の声が聞こえる。私がその声を思い出すとき、その声もまた私のことを思い出している。私は私の言葉が投げた姿である。あれはハイペリオン？そう、ハイペリオンだよ。もう準備できたかしら？そろそろ出発の時間よ。さっき博士たちが知らせてくれたように、旋回一条の観測結果によると、この2時間は滅多にない空間安定期なの。最悪の事態を考えても、この時間なら終焉の力の帰属がどう変わっても、私たちが奪還した地球空間に影響はないの。うん、わかってる。これが最後の一戦だって、私たちもそう願ってる。みんなにとって最高の結末をこの世界にもたらす準備はできたよ。三人が一緒ならケビンの力と対等になれる。そしてケビンは三人を待っていると思う。長い時間、果てしない苦痛の中で、彼はずっと私たちの答えを待っていたから。私たちは事実に基づいた答えを出す。彼に対しても、すでに歴史に埋もれてる名前たちに対しても、私たちの答えが彼らにほっとした笑顔を与えることを願ってる。ブローニャお姉ちゃん、キアナ、メイさん、ファイト。そうよ、勝負はあんたたち次第なんだから。人類の運命は今僕たちに託されている。安心してください、博士。ブローニャたちは孤独な戦士ではありません。この戦いがなければ、ブローニャたちは億万人の人類の一部に過ぎません。文明に。でも、私たちはみんなの大事な宝物を手にした。その重くて矛盾のある理想も受け継いだわ。ブローニャたちはその足跡をたどって、終焉を乗り越えます。じゃあ出発しよう。え、ではここに正門を構築して、ブローニャたちをニューアトラに転送します。そしてそこから出発して、ケビンと対峙し、彼を終焉の玉座から引きずり下ろします。待って、よかった、間に合ったんだね。
なたは。アイ・ハイペリオン・ラムダ。疑似時間結晶の中に生きる命だよ。それは私の存在のあり方で、ここに現れる理由でもあるの。みんなにあるプレゼントがあるんだ。よければ受け取ってくれないかな。あなたのことはゼーレから聞いています。でもどうして、どうしてここに現れたの？どうしてあなたたちを手伝ってる？それとも夢と似てるのに、どうして人類の味方をしたのかな。本当のことを言うとね、全部私のわがままなんだ。疑似時間結晶の中で、私はあなたたちに関するすべて、あらゆる過去と未来を見届けた。確かにこれは一方的な感情だけど、知らないうちに私は自分のことをあなたたちの仲間だと思ってたの。だからこの物語が終わりを迎えるときに、私はその一部になってみんなの力になりたいと考えた。私がしたことは全部そのシンプルな思いから来てるの。もう一つの次元にいるあなたたちも、きっとそう思ってるよね。今、誰と話していたんですか？私は未来であなたたちの物語を何度も見ることになるんだけど、今この瞬間は私が話すある物語を聞いてほしいんだ。昔々、寂しい一人の男の子がいたの。女の子かもしれないね。女の子は目的もなく生きていて、自分の欲しいものもどんな人になりたいかもわからなかった。彼女はそうやって世界で流浪の日々を過ごし、たくさんの人々と出会い、たくさんの別れを経験した。女の子は成長し続けて、間違ったことやバカなことをして人々を傷つけた。同時に、より多くの正しいこと、賢いことをして、より多くの人々を助けた。彼女は、あらゆる愛を受け入れ、あらゆる憎しみを受け止めた。彼女を愛する人はたくさんいたけど、彼女を恨む人たちの中には、彼女自身もいた。そうして、人という名の種が、彼女の中で徐々に成熟し、芽生え、美しい花を咲かせた。そして今、彼女はようやく自分の道を見つけ、追い求めた未来を実現しようとしてる。以上、これは彼女の物語。未完結の物語だよ。その物語って、本当に私たちの話じゃないの？どうしてもそういうのならあなたたちの物語でもいいよ。でもそれは幾千幾万の他の人たちの物語でもあるの。主人公が誰かなんて気にしない。だってこの物語はあなたの、私の、多くの人々のものかもしれないから。
何しろ私は繰り返されるバージョン周期の中に漂う次元の向こうにいる人々のために物語を収集する存在でしかないからね。でもあなたたちが向き合ってる成婚計画のように物語自体には力がある。似た物語は似た人を魅了する。それはほんの一瞬、一言、一つの経験、一つの会話で、彼らは互いの影から自分の存在に気づく。そして物語は物語ではなく一面の鏡となる。この広い世界で会わずとも心が通じ合う友達となったの。彼らは物語の幸せに喜び、物語の悲しみに涙する。その気持ちは一滴の水のように渓流となり海になっていく。そして物語自体に波紋を起こすの。これは彼らの祝福であり、私のコアシークレットキーでもあるんだよ。どうか信じてほしい。あなたたちの物語、笑顔、そして涙は誰かが代わりに心に刻んでいるから。それこそ私たちがここに現れた理由。勇敢に出発して、私たちはあなたたちと共にいるから。後ろにいるあんたも。ハイペリオンにいるあんたが私たちのことを知り見届けたなら、こう呼んでも問題ないよね。ありがとう、ハイペリオンの艦長。
いつもと少し違うみたい。今回の特殊な遠征のために必要な改造を行いましたから。もちろん新しいムーンライトスローンの手法を含めて。どう？コアシークレットキーはすごいでしょ。そのコアシークレットキーの力って一体どんなものなの？まるで何でもできる宝箱みたいね。こういった世界の外から来た力については簡単に教えるわけにはいかないよ。つまり人に知られてはならない秘密ってこと。ブローニャにはなんとなくその力の正体がわかる気がします。でも本当に説明するとせっかくの雰囲気を壊してしまう気がします。ロマンチックな言い方で例えるとそれは夢の描写なんでしょう。断りの律者の文明の描写と大して変わりません。そう思いませんか？コアシークレットキーの力はとても貴重だから、ずっとここに留まって大事な資源を使い果たしたら本末転倒でしょ？他に質問がなければ、ケビンのところへ出発するよ。待って、他の人たちは一緒じゃなくていいの？応援団が必要だって言うなら確かにハイペリオンはもっと多くの人たちを連れていけるけど、別の視点から言うとコアシークレットキーを使用したから最大3人のチームしかサポートできないんだ。これは世界の仮想にある保護機構だよ。保護機構？うん、あなたたちが負けたとしても一回のみという前提で。うん、うっかりすごい情報を漏らしちゃったみたいだね。とにかく英語を回帰する沈まない船は嘘じゃない。これは広い世界にいる人々がそれぞれの力を捧げてようやく実現させた対運命の決戦兵器なんだ。ホラを吹いてるのか事実を言ってるのかわからなくなってきちゃったわ。人類の夢はそういうものだから、実現したあらゆる夢の最初の最初は現実離れした幻想に過ぎない。まるで一つの種子のようで大木とは全然違うし途中でなくなってしまうかもしれないけど、天をつくほどの大木だって最初は一つの種子や新芽だった。小さな細胞、ちっぽけな分子、あらゆる命の奇跡はそういった取るに足らない想像からスタートしたんだ。世界の想像が人類を作り、人類はまた自分たちの想像で世界を作る。生物
学の視点から言うと、それは人類だけの物語じゃないけど、それができるからこそ人であると思うんだ。簡単に言うと愛ちゃんみたいなものだよ。こっちの愛も口がうまいんだね。本当のことを言うと、あなたはラムダなんですよね。ん？みんなはやっぱり大きい方がいいの？彼女は彼女、愛ちゃんは愛ちゃん。記憶の共有はできるけど、異なる存在なのも事実なんだ。ぷん、そんなくだらないことだけを気にしてるなら、こっちはパワー全開で一気に出発するよ。わかったよ。メイ先輩、ブローニャ、ケビンと向き合う準備はできた？システムコントロール、正常。全エンジン起動完了、出発。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンは今チャージ中な。でも大丈夫、ひとまず普通の艦砲で戦おう。ハイペリオン主砲ムーンライトスローン、チャージ完了。反動力に気をつけてね。Thank you.
ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。
命が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。リジン、サク、キャッ、サク、スクライク、ペッ、セッ、キャッ、スキーだらけ、セッ、セッ、キャッ、ハッ、リジン、サク、セッ、セッ、スクライク、セッ、キャッ、キャッ、リジン、サク、断ち切る。セッセッリジンセッスライクヤッリジンハッッ来なさい先陣一進ハッヤッセッスライク刀を試すのにちょうどいいわね。雷光ここに現れなさい。サポートしてくれるというなら反対しませんが。次はブローニャの得意分野のようです。私の番。ふっ、ふっ、くらえ。フリーチャージ。はい。新たな期限が訪れる。これが全ての期限であり、全ての破滅でもある。心配しないで。すぐに終わるから。キャッ、キャッ。
された道は数少ない。コンプレートリープリペアード。私の番。新たな期限が訪れる。これが全ての期限であり、全ての破滅でもある。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣。うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵にいたり、救世が剣を抜く。これが人類の気概だ。成婚の終点、終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負えない。断ち切る。今回僕は自分の命を銃口に押し込める。援護起動。君たちが全てを超えられるように。エネルギー回復、全エリア投下。安全機能解除します。私の番。
ので空の律者は参ったりしないよ。Thank you.
違う。今の彼の防御は私たちの予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。兵は機動なり。こうなったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。ブローニャちゃん、ここは任せて。アイ、コアシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。ありがとう、アイ。委員長？ええ、みんながあなたたちの力になる。セイフレイヤだけじゃないわよ。天命も火力維持、レゲントロフィーも、かつてのお前の敵も。もちろん世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちも。エネルギー解放、全エリア放。それだけじゃないよ。これは、これは地球、ひいては無数の平行世界の中で、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれはビビたるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法、例えば私のコアシークレットキーがあれば匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。みんな頑張って。これが最後の戦いだよ。位置につきました。弱点付近にデフォルトモジュール起動。安全装置解除します。興味ないや。しかし、それは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？それもまた面白い。
私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。えっ、やっ、だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの。今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか。いいの、あんたが私に勝てるとは限らないよ。最後の切り札を出す番だ。望むところだよ。ここまでかな。ああ、ここまでだ。マユに見届けられながら、君は完全な終焉の権能を手に入れる。それでいい。じゃあ、あんたは。僕はそろそろ行かないと。彼らのいる場所へ。残念だと思う必要はない。これは僕の願いだ。今なら胸を張って彼らに言える。みんな待たせたなと。頭の上に何かふわふわしたものが。あ、カンちゃん、お父さんの髪を噛んでる。あれ？そういえば朝起きたら髪が濡れてたとかで何か余計な発明をしたんじゃないかってメビウスに聞かれたんだけど。どうやらこれが真相のようじゃな。私も猫ちゃんと遊びたい。気をつけてよ、その猫ちゃんはすごく凶暴なんだから。情熱的なディストピアに驚いただけでしょ。猫はそっけなく接すれば接するほどこちらに興味を持ってくれるという説がある。なるほど。缶詰がケビンから離れようとしないのはそれが理由なんだね。はずれ。缶詰がケビンのことを気に入ってるのはケビンがこっそり餌をあげてるからよ。
ふむ。私も夜中、こっそりキッチンに入っていくケビンを何度か見たことがある。ああ？道理で缶詰が重くなったわけですね。ダメだよ、ケビンの旦那。このままだと、カンちゃんが豚になっちゃう。ケビンの旦那、聞こえないふりしないで。もう、母ちゃんに餌をあげちゃダメだからね。みんなあなたのことを話しているみたいよ、ケビン。僕は何も知らない。みんなのところに行かなくていいの？こちらの方が静かだ。それに。それに？僕はもう少しメイと一緒にいたい。私もよ。メイ、空を見上げたとき、君は何を考える？いい天気、とか？空気が澄んでいて晴れ渡っているから、夜になれば満天の星が見えるでしょうね。かつての君は、空にある星は全て敵だと言っていた気がするが。ええ、輝く星の光は美しく残酷で、気を抜いたら私たちを飲み込んでしまうんじゃないかって、そう思っていたわ。あ、かつての僕もそう信じていた。じゃあ今は？今は考えが変わったの？いや、君は正しい。だが、今の僕は信じたいんだ。あの光たちは脅威だけでなく、未来を切り開く希望ももたらしてくれるのだと。忘れるところだったわ。あなたってロマンチストだったのよね。勇敢で何があっても揺るがないのに、その純真な一面を捨てられない。すまない。謝る必要はないわ。私はそういうあなたが好きなんだもの。そういうあなただから、私たちは全てをあなたに託したの。今までお疲れ様。いいんだ、それが僕のすべきことだったから。ありがとう。私たちが無理やり押し付けた重荷なのに、あなたって本当に真面目よね。お礼を言いたいなら直接みんなに伝えればいいと思うけど。ケビン、お肉が焼けたわよ。早く来ないと全部パルドに食べられちゃうよ。なんで私なの？一番食べてるのはさくらの姉ちゃんなのに。みんなもあなたを呼んでるみたい。
そろそろ行きましょう。ああ、行こう。心配しないで。今回は私も、みんなも、一緒よ。もう、あなたを一人ぼっちにはさせないわ。本当にいい天気だ。この世界は君に任せた、キアナ。うんうん、私だけじゃない、みんなもだよ。そういえば、前回はマユと話してここを出たんだよね。ねえ、聞いてる？おかしいな。今回は何もないの？
たり前でしょ。嫌なら今からでもボコボコにしてあげるけど。はいはい、ここから出る方法を教えて。成婚計画の再構築があったばかりで、まだ地球の傷が治ってないから。どっちも合ってるかな。でもそれなら、キアナ、やっぱりブローニャだ。キアナちゃん、今のは一体。終焉の力が振動する中で、ケビンと私は眉の近くにたどり着いたの。彼が消える前に、私たちは最後の栄誉ある戦いをした。じゃあ今のキアナちゃんは完全な終焉の律者なの？あと一歩ってところかな。私は平気だから心配しないで。とにかく今は世界中の人たちに伝えたいことがあるんだ。世界中ですか？大丈夫。ほとんどの人にとって私の言葉は夢の中でしか聞こえないから。みんな、こんにちは。終焉の律者、キアナ・カスラナだよ。この肩書きは少し怖いかもしれないけど、私はみんなと同じ普通の人間なの。ただ私の仕事は少し特殊で、みんなの後ろで超能力を使って、この世界と人類が自由に発展する運命を守ることなんだ。もう、今のだと少し抽象的すぎたかな。じゃあ、ちょっと言い方を変えて。神聖した地球が終焉の力に耐えられるようになるまで、私は月に残って崩壊が世界に与える影響をできるだけ減らすの。それには5年から10年の時間が必要かもしれないし、世界中の人たちの協力が必要かもしれない。でも私たちなら絶対にできるって私は知ってる。私たちは終焉の力を解消して人類のためになるものにするの。その時が来たら、みんなは街でばったり私に会うかもしれないね。こんな感じでいいかな。メイ先輩、ブローニャ、
あ、周りに何もない。まだ意識の空間にいるのかな。キアナ。あ、テレサ。終焉の剣道がこれほど便利なものだったなんて、これからは電話もいらないんじゃない？そうかもしれないね。でも実際に体験してみると、この力の危険性もよくわかる。普通の人たちがこの力と共存するためには、技術的な問題を解決しなくちゃいけない。でもそれにはかなりの時間がかかると思う。具体的に言うと、しばらく月で仕事をして暮らしたいんだ。そうすれば終焉の力が無防備な地球に突然降臨することもないだろうし。でも崩壊適応性の強い人なら簡単に影響を受けたりしないのよね。うん、テレサもね。月は面白いから、時間があったら遊びに来て。そうするわ。でもみんなにも自分の仕事や生活があるから、そんなに気にしなくていいよ。以前カロスタンにいた頃、師匠がある話をしてくれたの。その時は彼女の気持ちを理解できなかったから、あまり深くは考えなかったけど、彼女曰く、ほら、空にある雲だって集まったり散ったりして、ずっと同じ場所で止まったりしないでしょ。人も同じだよ。今にして思えば、事実上セーフレイヤーを卒業したあなたたちにとって、この言葉はぴったりだったわね。ちょっとテレサ、こっちに遊びに来たくないからって言い訳してるの？テレサのゲーム機をハッキングするようブローニャにお願いしてもいいんだけど。そんなことないわ。でも確かに天命主教の仕事は想像以上に忙しい。私よりも先にネゲントロピーの博士たちがキアナのところに行くかもしれないわね。それは仕事の話になりそうだね。テレサ。キアナ、どうしたの？なんでもない。ただ、テレサには何度か、めいっ子って呼ばれてきたけど、今になって、妙にしっくりきたっていうか。つまりね、テレサは本当に、家族みたいだなって。何バカなこと言ってるの、キアナ。やっぱりうまく表現できないかも。違うわ。キアナもデュランダルも、私もジークフリートも、みんな家族なのよ。キアナがしばらく地球に戻れなくても、キアナが言ったように、私たちは月に遊びに行けるわ。そこまでしなくてもいいよ。みんなにだって自分の仕事や送りたい生活があるんだから。ああ、別に拒否してるわけじゃなくて、もし遊びに来てくれるなら歓迎する。
知らないうちに本当に大きくなったわね。もちろん。ちょっとした自慢になっちゃうけど、今の私は文字通り地球の神だもん。まあ、あんまり実感はないけどね。私の方が年長だけど、そういう経験はないわね。もしかしたらデュランダルの方があなたの話に付き合えるかもしれないわ。何しろ彼女は多くの人たちがいる世界の泡を救ったんだもの。あ、確かに。キアノ、どうかしたの？なんでもない。ただ、ちょっと残念に思っただけ。残念？うん。だって、テレサの漫画をこっそり読む機会がなくなるんだもん。あなたね。との話はこれでいいよね。じゃあ二人目は、わかった。やっほーパパ。終わったのか。終わったよ。そういえばパパは月に来たことがあるんだよね。その時は宇宙服とか着てたの？ああ、あの時は真空の中で行動するベルトを見てすごく驚いたんだ。今のニューアトラは人工大気のある場所だと聞いている。環境は俺たちの時よりずっといいだろうな。もちろん、人工温泉からゲーム機まで何でもあるんだから。緑がないこと以外普通のリゾート地と大して変わらないよ。それは機会を見つけて体験しに行かないとな。キアナ、お前はこれからどうするつもりだ？その月での仕事が終わった後の話だが。ちゃんと考えないとダメだよね。寝ることとゲームをすることは今でもできるから。あ、お花畑を作るのはどうかな。シベリアは夏が短すぎるし、月も植物は育たないからね。世界一周するのもいいけど、空の律者の権能を考えると挑戦しがいがなさそう。そういえば、空の律者の権能は金星や火星まで展開できるのか？いっそのこと、そういう場所に行ってみるのもいいかもしれないぞ。それは無理だと思う。でも、アラハトならできるかも。あの巨大ロボットたち、アニメの中で銀河系を自由に動き回ってたもんね。それはネゲントロピーの設計次第だな。ブ
が設計チームに加わればきっとできると思うよ。終焉の権能によるサイフォン現象のせいでみんなの立社コアは徐々に消えていくけど。大事なのは権能じゃなくて私たちの想像力だもんね。想像力か。そうだな。数年前の俺は人類と律者が共存し助け合う未来など想像もできなかった。そして今残されたのは最後の一歩だけ。それは私が月でみんなが地球でしなければならない仕事。私たちは崩壊を人類の道具にする。かつて人類が炎や電気を征服したように。そうすれば全ての人類は律者のように強く自由になって自分の生まれ持った純粋さと美しさを失わずに済むから。それはセシリアが8歳の時に日記に書いたことじゃないか。そうだったの？でもよく考えてみればこれは誰にとってもシンプルで分かりやすい夢だよね。幸せになりたい、価値を生み出したい、好きなことをやりたい、長生きしたい。みんなが人生をかけて努力するのはそういう願いを叶えるためでしょ。そうだな。そしてキアナ、お前のそういう素朴な理想や初心を忘れないところが俺の一番の自慢だ。はは、俺は一体どうしたんだろうな。急にベルトみたいに真面目なことを言ってしまった。だって今は真面目な話をしてるもん。みんなにとって一番大事なものは命だけど、去る命は誰にも止められない。たった一度の人生だからこそ、今を生きるだけでなく後悔を残さないことも大事なの。私はこの世界により美しくなってほしい。みんなが過去を振り返るとき、時間を無駄にしたって後悔することなく自分の命の価値を見出してほしいと願ってるんだ。そういう思いがあったからキアナ・カスラナは終焉の律者になったの。だって何があっても律者が人類を頼らずに救われることなんてありえない。律者が自分自身を救いたいのならまずは全人類を救わないと。すごいな。お前ベルトより口が回るようになったんじゃないか。私の方が正直に話してるだけかもしれないじゃん。何しろほとんどの人にとってこういう話をするのは恥ずかしいことだからね。でもお前の父親はそれが正直な思いなら何も恥ずかしくないって思ってるぞ。だからテレサやシグレキラたちは俺のことを大雑把だと言っていたんだろう。パパ、それはパパがママと結婚したからだと思う。とにかくパパ、私が言いたかったことは
これだけ。この機会に他のみんなとも話したいから、他のことはまた今度ゆっくり話そうと思ってるんだけど、いい？あ、いいぞ。確かにいい機会だからな。頑張れ、キアナ。私を誰だと思ってるの？テレサ、パパ。うん、当然彼女もいるよね。キアナ？テレサとパパとは話したから、次は当然たった一人のお姉ちゃん。少し唐突かもしれませんが、世界を救うというのはどんな感じですか？なんというか、結構簡単だったかも。半年前とか1年前の私なら大丈夫って言いながら、心のどこかで重荷だなって思ってたかもしれないけど、その日が本当に来た今、むしろ実感がないんだ。私は私、そこに何の違いもないもん。安心しました。当時の私とほとんど同じ感想ですね。それって世界の泡のこと？ええ、あらゆる人々の運命を背負い、みんなの希望、ひいては神のような存在になること。非常に大げさに聞こえますが、それも一つの仕事です。仕事を抜きにすれば、私たちは普通の人間。結果的に私たちは、私たちが想像していたよりもずっと普通の人間です。そうだね。だから全然実感が湧かないんだ。でもラグナが言ってたように、未来に咲く希望の花もいつか自分の守りたいものを見つける。私たちもこれから先の世代の人たちもそれは変わらない。それに私たちは自分の能力に自信がある。そうだよね？ええ、誰かが世界を救うべきというより、私たちが世界を救いたいのです。極端な話をすれば、私たちがしたことは救いとは言えないのかもしれませんが、そんなことは関係ありません。私たちは私たちの力でこの美しくない世界を少し良くしただけですから、責任とは関係なく、面白いことをしたいと思った。ただそれだけです。お姉ちゃんが言うとすごく説得力がない気がする。では今度はバスケをしに来ますね。どうしてサッカーじゃないの？5人制なら足りると思うけど。もちろん、キアナがサッカーをできないからに決まっているでしょ。お姉ちゃんに比べてこっちは練習する時間がたくさんあるんだから、覚悟しておいて。
束ですよ。うん、約束。これで家族はみんな話したよね。この順番だと次に来るのは、もう四季の律者？何？遊びに来ちゃダメだった？私が本気で他人の思考に入り込もうと思えば、あなたよりずっとうまくできるんだから。大丈夫。彼女のことは気にしなくていい。ただこういうのが苦手なだけなんだ。そんな言い方しないで、委員長。強いて言えば、これはバカンスみたいなものだから。誤解しているようだけど、私が気にしているのはそういうことじゃない。例を挙げてみよう。例えば、四季の律者は私のことを時代遅れの牧年人だと言ったけど、私はキアナを前にして初めて自分が年を取ったことを実感している。そんなこと言わないでよ。今だってセーフレイヤーにいた頃と大して変わらないのに。そうだ、そういえば委員長の今までの使命はこれで終わったんだよね。これから何かやりたいことはある？実を言うと、まだ深く考えたことがないんだ。それにこういう時にキアナに自由の話をするのはあまりにも。はあ？だからあなたは牧年人なんですよ。セーフレイヤーにいた頃と大して変わらないと言っているのに、どうしてそんなことを言うんですか？さっき私はこういうのが苦手だって言ってましたけど、本当に苦手なのはあなたの方でしょ？はいはい、四季の律者、そんなに怒らないの。私が当ててみるね。旅行とか、あの時の生活を続けて道場を作るとか。あ、それとも学業に励むとか。旅行かもしれない。四季の律者が信州を巡りたいらしくて、どうしても馴染みのある私をガイドにしたいと言われたんだ。馴染みのある？まさか仙人にガイドしてもらったら自慢できるとか思ってるのかな。ちょっと、私まだいるんだけど。何がどうしてもですか？意地でもついてこようとしているのはそっちでしょう？私は律者コアがなくても大丈夫だと言ったのに、信じてくれないんですから。それとこれとは話が。まあそういうことにしておきましょう。とにかく定期的に会って一人では回れない場所まで彼女を案内することにしたんだ。昔と一緒だね。でも確かに四季の律者は昔より人の助けが必要かもしれない。まだ何が起きるかわからないけど、崩壊エネルギーは今までより確実に少なくなると思う。気をつけるよ。じゃあしばしのお別れだね、委員長。四季ちゃんもいろいろ気をつけてね。はいはい、もう十分。お互いバカンスに行くだけなのに
永遠の別れみたいにしないでくれる？それと、しきちゃんは余計だから。そうだね。今度こそ本当にお別れだよ。ちょっと。ん？あなた。まあいい。とにかくよくやってくれた。悪くない。ずいぶんあっさりしてるな。委員長も四季の律者も心配はいらなかったみたいだね。じゃあ次はやっぱりあの二人かな。ただいま。キアラちゃん。おかえりなさい、キアナ。一人くらいはそう言ってくれると思ってたのに。キアナがそうしてほしいなら、ブローニャもキアナの想像に合わせて言い直しますが。もう、急に信号が切れたっていうのに、ブローニャは全然心配してくれないんだから。キアナだってそうでしょ。それで、キアナちゃん、もう他の人たちとは話したの？うん。テレサ、パパ、お姉ちゃん、委員長と四季の律者。メイ先輩とブローニャで最後だと思う。私が終焉の眉の力を完全に吸収するまで。それならメイ姉さんを最後に取っておきましょう。ブローニャもいろいろ考えたのですが、わざわざ説明するほどのことはないと思いました。何しろキアナの未来をブローニャは少しも心配していませんので。なんかブローニャ冷たくない？だってあなたはキアナですから。キアナだから誰よりもそちらの生活に適応できると思いますし、キアナだから誰よりも簡単にあの特殊な仕事を成し遂げられると思っています。そしてキアナだから、キアナだからブローニャは笑ってお別れができます。ブローニャ。もちろん、キアナがブローニャたちを必要とする時間があることも考えました。その問題を解決するために、ブローニャは毎晩キアナと協力プレイすることを決めました。そして、何をプレイするかについてですが、まずはブローニャのゲームコレクションにある312個のゲームを全部プレイしましょう。いいね。でも気をつけて。もしかしたら私がブローニャの順位を抜かしちゃうかも。重曹ウサギの分析結果によるとそうなる確率は 1% です。え？ 0.0001% じゃないの？終焉の律者になっただけでそこまで上がるんだ。ゲームは実験ではありません。
コントロールできない変数も存在します。例えばメイ姉さんが手加減してあげてって言ってくるとか。あメイ先輩、もしかしてセーフレイヤーにいた時に私が勝てたのはブローニャが手加減してくれたおかげなの？いいえ、月に誓って、それはキアナちゃんが努力した結果よ。メイ先輩話を戻しましょう。私は二人のようにゲームが好きなわけじゃないけど、知ってるわ。ポップスコッチ、あやとり、サッカー、バスケ、囲碁、将棋、もちろんあらゆる種類のデジタル製品を含めて、どれだけ時が経っても、どれだけ種類が増え入れ替わったとしても、ゲームが発明された目的はゲームをプレイする人にある感情を抱かせることだって。その感情は勝利やクリアから来るものもあれば、単純にゲームをプレイすることによって生まれるものもある。私はただ勝ち負けにこだわる誰かさんが夢中になって、ある程度の努力をしている間にゲームから得られる最もシンプルな感情を、楽しさを感じてほしいと思っただけよ。それならメイ先輩は大きな勘違いをしてたってことだね。え？不正で勝ったりしてもいつか楽しくなくなっちゃうもん。実力が足りない私が楽しく感じるための方法なんて一つしかないと思わない？それって…もちろん、メイ先輩にも参加してもらうことだよ。あ、ゲームは本当に苦手なんだけど。大丈夫。メイ先輩と組めるなら負けても楽しいから。そう、前に雪合戦した時みたいに。ね。キアナがそこまで言うなら、今後はブローニャも手加減したりしません2対1ならちっとも怖くないもん。いろいろ話したけど、なんだか私もブローニャちゃんみたいにちょっと真面目な言葉を言わなきゃいけない気がするわ。キアナちゃん、思想空間にいた時一緒に帰ろうって言ったわよね。今は連絡を取ることや毎晩一緒にゲームをすることができて、みんなも月まで遊びに行けるけど、それは本当の意味の帰るじゃないわ。メイ先輩、大丈夫。別に誰かに怒っているわけじゃないの。ただみんなが地球で仕事をしたり生活したりするとき、きっと空を見上げてキアナちゃんのことを思い浮かべるだろうなって思ったのよ。だってキアナちゃんはみんなにとっていい友達だもの。だから私が言いたいことは、早く帰ってきてね、キアナちゃん。うん。キアナの力になれることがあれば遠慮なく言ってください。遠慮なんかしないよ。実はね、今からネゲントロピーの博士たちと仕事するのが楽しみなんだ。あ、最初に終焉のデータを研究する人、もしかしたら長光かも？まずは料理を覚えることが先ではないですか？ああ、それは、
冗談を言うのはまた今度にしましょう。キアナちゃんは最後の、いえ、最初の仕事が残っているのよね。そうでしたね。でもキアナがうっかり列車を間違えるんじゃないか心配なので、もう少し見守ってあげてください。メイ姉様、ブローニャは他に用事がありますので、これで失礼します。ブローニャ。はい。最初に遊ぶゲームは一番面白いやつにしてね。ブローニャのセンスを信じていないんですか？話したいことはいっぱいあるのに、いざ口にしようとすると何を話せばいいかわからなくなるんだよね。こういうのってブローニャにアドバイスをもらった方がいいのかな。ブローニャってばスマートすぎると思わない？確かに私たちには学ばなければいけないことも歩まなければならない道もたくさんあるわね。でも幸い私たちには十分な時間があるわ。うん。ところでまだキアナちゃんには将来の計画について話してなかったわよね。メイ先輩、これから何をするか決めたの？ええ、私教師になろうと思ってるの。姫子先生みたいな？それはどうかしら。私はお酒を飲まないから。でも花と果実を使って例え話をしましょう。すべての果実は運に恵まれた花から生まれる。開花、受粉、日光や雨風に耐え、最後は新しい命になる。私は果実のために悩んだりしない。果実はすでに自分の道で自分自身の価値を見出しているから。私はただ花びらを拾い、その予報を道の途中で出会う人たちに捧げたい。その花がどんな強風や冷たい雨に耐え、その世界を育んできたのか、みんなに教えたいの。その花と似たような存在として、私は私の小さな花びらで周りの新芽を守っていきたい。
この世界一面に花が咲くまで。その花たちが新しい命に生まれ変わるまで。わあ、さすがはメイ先輩。そんなに大人っぽい話、私なら思いつかないよ。そう？じゃあこれは人類全体が運命に挑むための戦いなの。この言葉を言ったのは誰なのかしら？メイ先輩。今週の成果は予想以上。みんな。
あと2日頑張れば休める、そう考えてるでしょ。今日はいい天気ね。一緒にピクニックしましょう。